نام ایزد بخشاینده بخشایشگر مهربان اشم بهو و نیشتم استی اوشتا استی اوشتا احمایی هیت اشایی و ایشتایی اشم گتا اهو و ایلیو قطا رتوش اشا چی پچا و انکهوش دستا منه گوش یوت نانا انکهوش مزدایی خشک بنتا この目喉が渇いてはこれ以上歩けまいてもっと飲み世が味わった半年余りの日々に比べたら蚊の針にも劣るこそがゆいことやの。安心しろ、殺しはせぬ。お主は大事な人質だ。余と王妃の安全はお主にかかっておるのだからな。何？タハミーネ王妃と馬車を用意しろとな。ホンドラグラスめ、王妃タハミーネを返せとな。神から地上の支配権を授かったのは余だ。国王に眠り薬の用意を。対国王一騎打ちなるぞ。手出しはならぬ。嘆かわしい貴様の兄王の姿を見ておけ。何をするか。分かっておるのだと。そなたらが世よりギスカールを重んじておること。あのような国王をもってルシタニアの帝臣たちも苦労が絶えぬことよな。そなたにふさわしき支配者が大軍を率いてそなたを奪い返しに来るのだ。兄弟首を揃えて城内に晒してやる。それは堂々とお主らルシタニア軍を打ち滅ぼしてからのことだ。忘れるな。
初夏の光は気化した水晶のように地上に降り注ぐ。風は透明な涼気の粒を人々の肌に吹きつけてくる。寛大な自然に罪はない。愚かしい人間どもにある。おとなしく降伏し城を明け渡せばよし。逆らえば全軍をこぞって攻撃するのみ。降伏が嫌なら城外に出て戦い、出ぬとあらば近くの村人を皆殺しにするぞ。テュラーンのイルテリシュとやら、よくわかった。わかったとも。話してわかる相手ではないことがな。ルシタニアの蛮族に都を奪われ、カエルに当てなきパルスの小児ごとき仏材めが、おとなしく剣を捨てそこに這いつくばるがよい。家なき孤児はプラーンに連れ帰り檻に入れて飼ってやろう。礼節も仁義も知らぬ敵に降伏する気はない。これはもう殿下のお気の済むようにしていただくほかはない。ダリュン、わかっている。聞く時期は謝らん。それにもう一つ頼みたいことがある。ヤマザルのような身のこなし。ロット族の身のこなしと言ってほしいわね。あの時、私は理性を失っていた。トゥラーン軍は追い払うことができたけれど、時として計算ではなくて感情を満足させねばならないこともあります。そうご自分ばかりを責めなさるな。目の前で罪なき者が殺されて黙って見ていられる王太子などではあられぬゆえ、我々一同殿下をお慕い申し上げております。アルスラン様、一大事に。あれをご覧くださいまし。ギーブ、ギーブ、戻ってきてくれたのか。殿下にはぜひともお伝えしたい旅の土産話などたっぷりとご用意してあります。戦乱を避けて登場するとは相変わらず心がけが良いことじゃの。お主、ゾット族の者だというなら、先の族長の息子でメルレインという若いやつを知っているのではないか。え？なんで兄貴の名前を知ってるんだ？どこかで会ったのか？ほう、兄弟か。そういえば面影が似ている。どこで会ったんだ？メルレインは愛しい妹を探していたぞ。族長の座をお主のために開けてあるそうだ。族長？いやだよ。私、族長なんかより別のものになると決めてんだ。ナルサス、本当に例の計画を遂行するつもりか。本気でなければ
わざわざ敵の武将を生け捕りにしたりするものか。トゥラーンの民に未来永劫鬼のごとき策謀家として記憶されような。いやいや、俺は悪魔にはまだ足らんよ。誰だ？当世、俺の顔を忘れたか。おお、ジムサ将軍。よくぞ生きて戻ってまいったぞ、ジムサ。ペシャワール城内のパルス軍は、来たる新月の夜を期して、城外にいる10万の味方どもと合流しようとしております。何？パルス軍にはまだそれだけの新たな兵力がおったか？さようでございます。これまで王太子に加担することをためらっていた南部地方の諸侯、怒号どもが、ついに意を決し、国境に結集。その怒号どもはなぜこれまで王太子に加担するのをためらっておったのだ。奴隷制度を廃し、人身売買を禁じ、あのアルスラン王子はパルスの社会制度を変えようとしているからでござる。それは現に奴隷を所有している者たちにとって不利になることばかりゆえに。国土を回復してもいずれ奴隷を解放させられるのでは大損だからな。国王も行方不明ゆえに、王太子に味方した諸侯には奴隷の所有を認めると伝えた様子にございます。あの年齢で諸侯怒号を操るとは、大きい器の持ち主と見てよいか。いや、お言葉ながらそれは買いかぶりというものでございましょう。アルスランなる少年、見るからに惰弱無能で、側近どもに意のままに操られている様子。到底一国を統治する器とも思えませぬ、イルテリシュ殿下。でかしたぞ、ジムサ。お主が命がけで知らせてくれねば、我が軍は危うく挟み撃ちにあって苦境に陥るところであった。つかみ放題もらったし、あの城を落としたら上司の夢もそう遠くはないな。いかがなさいます？ここで一気に進撃してアルス軍と合流なされますか？資料の浅いことを言うな。異国人である我々があまり出しゃばった真似をしてはパルス人の誇りが傷つこうぞ。ジムサばかりに金貨を取られてなるものか。手柄は早いもん勝ちだ。分け前は少なくなるが、力を合わせようぜ。我らは略奪した物品を利用してパルス軍を装い、接近を図るのだ。人が暗闇に見る恐怖とは、自らを裏側より覗いた姿。まさに合わせ鏡のごとし。パルス兵士が予定より早く川を渡ったとな。新月より早くこの地に着くとは聞いておらんぞ。新王の到着を待ってはみすみす手柄を逃すようなもの。敵が我らに気づいたぞ。いぶかしいぞ、者とも沈まれ。赤星、赤軍のふりをして。悪辣な悪僧、騙されるな。やめろ、戦うのをやめろ。同士討ちだ。
アルス人の策略と罠にはまったのだ。言うことはそれだけか、裏切り者めが。裏切り者のジムさんを殺せ。巧妙に敵外心を煮えたぎらせているようじゃ。そしてひとたび血が流れれば人を酔わせる。トゥラーンの民たちよ、ナンジラの祖国へ帰るがいい。さらに援軍のお出ましか。いやいやお主の安否を気遣うのは友として当然のことだ。お気遣い召さるな。まあ心配する必要もなかったな。お主の忠実な部下たちは勇者ぞろいゆえ、下手に俺が手を出して勝利を盗むようなことになっても不本意。とにかくめでたしめでたしだな。何がわははだ、めでたしだぞ。まったく、おめでたいのはあいつの頭蓋骨の中身ではないか。うん、友が聞いて呆れる。もしも我が軍不利になれば、テュラーンにもみ手するのは見え見えだな。恥とか外聞とか、そういったものを母親の体内に残してきたご人ゆえ。ところでな、俺が心配していることが一つある。気をつけた方がよいぞ、アルスランドも。パルスを敵とするという共通点によって、ルシタニアとトゥラントが悪役同士手を結ぶこともあり得る。まあいずれにしても苦労は大変ことだろうが、頑張ってくれ。俺はお主のことをいつも応援しているし、協力を惜しまんぞ。なんせ我らは親友であり心の兄弟なのだからな。やめろ、近づくな、パルス人。なにさ、この恩知らず。手当てして命を助けてやったのは私たちなんだよ。そうだそうだ、誰かこの二人を下がらせてくれ。いつ締め殺されるか気になって治る傷も治らぬわ。厄介な時に厄介なお方が現れるものだ。国王が一人シンドラへ帰ったら、また別の国王の入場か。パルスにおいては平家は一人国王に帰す。巨人が国王の兵権を侵すは、すなわち大逆である。そのこと承知しておるな、アルスランよ。はい陛下。お言葉ですが、殿下を王太子としてお立てになったのは陛下ご自身であられます。王太子が王権を代行するは制度上当然のことあり、アルスラン殿下に何の罪がございましょうか。ダリュン卿、国王陛下に対し奉り無礼であろう、控えよ。何時に命じる。南方の海岸地帯に赴き、国土を回復するための兵を集めよ。その数5万に達するまで国王のもとへ帰参するに及ばず。事実上の追放ではないか。南方とは議論のことか。勅命
慎んでお受けいたします。王太子殿下が勅命に従うはパルス人として当然、我らも不肖ながら殿下を補佐させていただき、勅命が果たされるに微力を尽くしたく存じます。ダリューンとナルサスの両名は我が陣営に残れ。アルスランに同行することは認めぬ。両名ともども我が王宮に欠かせぬものである。一つだけお願いがございます。何か申してみよう。出立の前に一目母上に会わせてはいただけませんか。王妃は連日の疲労と辛労で床についておる。それを無理に起こして対話を強いるより、勅命に従って功を立て凱旋する方がはるかにこの道にかなうであろう。父親だ。アズライル、心配をかけるな。天空に太陽は二つなく、地上にシャアオはただ一人。見舞いに来てやったぞ。具合はどうだ。出て行け。そうもいかんのだ。今夜は雲隠れしたい事情があったな。飲むか。なぜだ。武勇はダリューン教やキシワード教の足元にも、知略はナルサス教に頼りきり、一体あのアルスランに何の取り柄があるというのだ。どう見てもお人よしの堕弱者に過ぎぬ。作詞殿が言っていたな。大きな船が自由に動き回るには広い海が必要だ。アルスラン殿下はまだ湖だが、海になれる可能性が大きい。まあ、もっとも海を見たことのない草原の民には通じぬ例えではあったか。国王の祟りより先代の女神官の霊に祟られるのが私には恐ろしい。花のないところは俺にとってふさわしくない場所。やれやれ、せっかく落ち着いたと思ったが、やはり俺もパルスも安定には程遠いか。まあいい、出ていくのはいつでもできるからな。キシワード一人に苦労させるのも気の毒だ。いずれ同じ場所にたどり着くとしても道は何本もあってよいはずさ。ございます殿下。我ら殿下のお叱りも国王陛下のお怒りも覚悟の上。どうぞ
お供させていただきたく存じます。誰がお主たちを咎めたりするものか。それこそ天罰が下されよう。ギランの港にたどり着く頃はさぞ暑い季節が我々にも。その炎のような熱は半分が自然から、もう半分が人々の心よりこの地上にもたらされることじゃろう。ほほ